どうもー、鳥の爪団総統です。今回もアイリスフォール続きの方やっていきたいと思います。前回はね、なんとかこのルービックキューブの謎を、1段階解いたという感じですね。続きなんですけども、今回は、1、2、3、4箇所になんかライトが出てるんだな。あー、なるほど。4箇所だ。2箇所じゃないわ。こことここもか。よし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 。いい感じ、いい感じ。だんだん容量分かってきたぞ。やっぱどちらかというとルービックキューブは得意分野だな。1、2、3箇所とりあえず当ててて、あと1箇所ここに当てなくちゃいけないんだけど、これが上に向いてるから、これを、多分ここの位置かな。ここの今、上に向かって光ってるやつをここの位置に持ってって、こっち側に放射させれば OK だよな。ってことは、これを、まず、こっち向きにしてあげて、で、元に一回戻す。こうだな。これで三箇所のまんま。で、これを、こっち側に。あれ?ここじゃないの?ここじゃないのか。こっち側か。今、左側にいるわけだね。ちょっと、表現しづらいけど、ここじゃないわけだ。ははははは。これでどうだ?はい、来たー!しゃーやったねー!クリアー!さあ、次のステージかな?もう、ルービックキューブはいいわ。なんだかんだ結構時間かかるからな。さあ、猫が?あ、追ってく追ってく。頭巾をかぶったアイリスちゃんなのかな?やっぱりあれは。もう一人の私みたいな感じなのかな?マジで遊戯王じゃん。ここの扉が開いたんだね。じゃあ、入っていきましょう。うんうん。上に来たね。で、奥に行けると。うわ、ルービックキューブまだあるぞ、これまだあるぞ、これで、ここをやると、今度はこことここに光がすでに当たっていると。で、下の2箇所に当たってないってことは4面全部完成させればいいのかな?あ、それの方がシンプルでいいわ。これで、ぐるーっと回したら4面になるから、それをそのまんま、こっちに回してあげれば、よし !OK! いったね。うわぁ、綺麗でも。青いのいいね。やっぱこう、モノクロの世界の中に色が入ってくるとすごい途端に綺麗に見えてきますよね。いいなぁ。そろーり。ほんと赤ずきんの世界みたいだな。ねえ。不思議の国のアリスかなと思いきや赤ずきんみたいな感じになってきたぞ。あ、どうしたんだろう。入っていいのかな。立ち往生してるけど。あー、結構重い扉だね。あー、暗いぞ。大丈夫?あら、雷鳴ってる。あー、すごいすごいすごい。今度はどんなパズルが待ち受けているのか。向こうでは本を読むためのなんだろう。お人形みたいな感じかな。なんかね、本めくってくれそうな感じですよね。この装置は?あ、あれだ、おばあちゃんの思い出の書みたいなやつだ。あ、はまるんだ、そこに。あ、なんか出てきた。おお、ゼルダの伝説みたい。これまたパズルかな?これは何だろう?あー、複雑そう!複雑そうだよ!これ何?あ、なるほどね。ここに該当するやつを持ってくるんだ。ここが4箇所当てはめなくちゃいけないやつと。あー、はい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 。うわー、なるほど。これまた複雑だ。ってことは、この位置とこの位置は連動してなくちゃいけないから、まずは、お隣に、この目のやつを持ってきてあげて、それからこれをくるくる回してあげれば、あ、これ逆か。逆だわ。ここの位置逆だね。で、目のこれも、ここに持ってくるとか。うわ、結構複雑だぞ。いや、待って、これめちゃめちゃ高難度なんだけど、もうここから手で取ってはめていきたいんだけど、くそ。
なんかどっかこう2箇所3箇所完成したって思ってもちょっといじるとすぐにまたずれちゃうんだよな。1個ずつこう橋渡しをしてあげるみたいなのが非常に難しい、できない。これでじゃあ例えばここでこうぐるぐるしてあげると2箇所まではじゃあこれいけるわけじゃないですか。こうなるわけだな。そしたらあとこことここに持ってくればいいだけなんだけど、ここを動かすとなるとまた結局こいつらが動いちゃうわけだな。こうなっちゃうわけだよな。こうでも面白いのがこう面してる場所に応じて動く場所が変わるっていうのがこうパズルとして非常に面白いですね。やってて楽しい。これでもやらないと分かんないだろうな。これ見てる側は伝わらないだろうな。あれ、いけた、いけたんじゃないの、これ。1個動かしたらやったできました。いやー結構このパズルは好きかも。楽しかったな。で、またハマっていくと。思い出でもまた見れるんでしょうかね。あ、開いたね。それが映し出されるのかな。おお、動き出した、動き出した。あ、これページめくれるボタンじゃない？なんか今あったのね。そんな感じだったな。光が本棚の方に5箇所が光っていく。あ、蝶になった。こういうとこもちょっと可愛いね。おしゃれだしね。また変な装置出てきたな。一応ここクリックしてみようか。これをやると、あ、何かが必要なのか。結局何かが必要。めくれないわけでしょ、きっと。影完成させんのかな。あ、ほら、ここにフィットするもんね。じゃあそれに必要になるこっちのアイテムとかがなんかまた飛んじゃしちゃいけないわけだ。こっちだね。こっちの謎に挑んでいきましょう。これはここクリックできるけど何なんだろう。こっちが先かな、これだな。1個丸、2個丸、3個丸、4個丸、5個丸。これなんか楽譜みたいな感じなのかな。でも形が違うよな。どういうことなんだろう。押してみよう。あ、これを打ち込むんだ。あ、じゃあこれ違うんじゃない、だってね。あ、ダメだとこれでリセットされるのかな。え、じゃあ1個丸、2個丸。いやー違う気がするな。これとかだってもうアンノーンよ。ポケモンのアンノーンみたいな感じになってるけども。あ、でも蝶の模様これ関係してるぞ。これが1個丸なのかぽくない。1個丸のやつが2個丸。うわ、これメモったろ。そういうことだな。蝶の模様と本の背表紙のところが連動してるってことですよね、おそらくね。この順番で打てば正しいってことだから、まず1を、打つためには2個丸のやつこれだな、これ。で、次が2を表してるから2のやつはこれだな、ひし形みたいので。3のやつは二重丸のやつで、4のやつが勾玉みたいので、5のやつが、また二重丸。いけた。よし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 。お、なんだろう、ガラスの靴？シンデレラ？まあ、あらゆる童話を取り入れてる感じになってるけども、すごいな。おお、開いたね。奥が開いたぞ。3箇所なんか触れそうなところがあるけども、まずこれは、あ、人形が起き上がったぞ。カチッカチッカチッ。あー、なんかをフックに引っ掛けてあげるんだな。あ、蝶かな。で、影絵がぴったりここに合うようにしてあげなくちゃいけない。まずはちっちゃい蝶、こいつを引っ掛けてあげる。これサイズちょうどじゃない。ちょうどじゃない。あったあった。中くらいのやつをここにかけたら OK だったな。
なんかその遠近感によって微妙に影のサイズが変わるってことだろうから、今度はじゃあこのここに大きいやつを引っ掛けてあげたら逆にちっちゃくなるから中くらいのサイズ、よし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 。で今度はかなり近いところにあるやつだからちっちゃい、一番ちっちゃいのを引っ掛けてあげると、そうするとショートなんじゃない。あ、オッケー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 、いいっすね。あ、綺麗、すごいね。蝶がパタパタして、なんだろう、リンゴでももらったのか。あ、すごい鈴が出てきた。これも使いそうだね。アイテムゲットかな。うっしゅ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 、順調に謎を解いてますよ。お、なんだろう、今度はまた柱が動いて入れるのかな。そっちか、全部のアイテムを手に入れてからあの絵本パートになるのかな。こっちは行けるの？あ、すごいすごい。また、女王様みたいのがいるけども。おーおーおー。あ、また映写機みたいなやつかな。照らすやつだ。影をまた作るんだな。これを回すと。あー、なるほど。遠近感が変わる。でも、王女様のサイズはこれで合ってそうだよな。他のパーツが足りてないのかな？これはなんだ？ボタンか？あ、うなだれる。この状態で一回影に入ってみる。遠いかな？届く？あ、届くわ。手にする。はい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 。で、またこれで出る。はい、ガッチャンコしてあげて、姿勢を戻してあげて、ここに、ライトを、かけてあげる。いいんじゃない？いいんじゃない？ただこれだと今、近すぎちゃって影のサイズが合わないから元の位置に戻す。いいね。あ、すごい。おお、なんだろう、蓋を外したら蝶が出てきた。そして何かが落ちたけど、これはなんだ、ティーポット。じゃあこれでまた戻ってきたでしょ。だいぶ順調にアイテム集まったと思うんで、そろそろこの絵本パートになるかな。これちょっとやってみたいね。あー、なるほどなるほど、影の形がこれ回転するとこういう感じで変わるわけだね。でこの位置が今正しいと、だからここにキャンドルが来ないといけないから、ぐるっと回した後にここでポーチからキャンドルをもう一回引き出してあげて回転させてあげる。そうすると正しい位置に来る。順番に行くならここに、靴で、ここに、ベルで、最後にここにもう一度キャンドルを置いてあげて、で、これを回転させていくと、オッケー！できたねー。なんかでもお姫様のお話って感じだよな。おばあちゃんの若い頃とか、お母さんとかでしょうかね。何なんだろう。それとも昔読んだ本当に童話のお話なんでしょうか。おー、道ができてくるぞ。これででも渡れるようになった。綺麗だね。さあ、じゃあ奥に行きましょう。クライマックスかなとか思うけど、まだもうちょっと多分あるよな、このゲームな。さあ、中に入れるぞ。おー、ちょっと怖い感じもあるけど。さあ、今度はどういった場所に出てくるんだ？あら、平面の世界って感じかな。なんていうか、こう 2D 感がすごいよね。ああ、絵本の中に入ってきたんだ本当に。今度は上に行けばいいのか。でも行くためにはどうしたらいいんだろうと。あ、本をめくることができる。へえ、面白い。でこれで移動できるんだ。でも今はここのボタンは押せないね。
じゃあ奥まで行っちゃっていいのか。あ、ここ入れそうだな。入ってみようか。あれ、なんだか不気味なところに来たけど。あ、髪を切ってね。うんうんうん、作ってたんだね。あ、一個手に入れたぞ。紙人形みたいな手に入れましたね。で、ここの扉は塞がった。これが光ってるけど、あ、5個集めんのかな。そうすると目が光ってくんじゃない、順番に。今度は普通のお人形さんかな。それこそ操り人形って感じだ。ボタンかな。うん、やっぱり多分おばあちゃんとかと一緒に人形を作ったりするのがちっちゃい頃から好きだったんだろうな。さあ3つ灯りましたね。ここの左下に行きたいから、そのためにはおそらくここの右下に出てこなくちゃいけない。右下に行けるページをじゃあまず探そう。ここだわ、ここだわ。ここまで行って、で別ページ。はいはいはい。あ、オッケー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 。で、ここのページに飛んでからの、そっち側に入れると。よしよしよし、順調だね。かわいいね、でもこの辺もね。さあ、今度はサーカスみたいだね。お猿さんのサーカスって感じだ。一輪車こいじゃってね。かわいいね。壊れたレバーみたいなもん手に入れたけど。あ、オッケーか。じゃあまず戻らなくちゃいけない。最後の場所に入っていきましょう。でもやっぱ目玉のマークっていうのがちょっと怖いんだよな。音楽もまた不穏だ。あ、すごい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 、パラパラ漫画とかみたいだね。本格的な、あの鉄拳が描いちゃうタイプのパラパラ漫画みたいなそういった演出でしたけども、すごいなこれ。またどうなってしまうんだ。めっちゃ噂話されてる。で、ポーチがうずいてますね。順番に入れたらいいのか。あれ、なんだろう。カラン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 。おーおー、ちょっと怖いぞ。あ、落とされちゃった。どうなっちゃうの。え、なにここ、普通に怖くね。ということで、続きが気になるところなんですが、今日のところは一旦ここで区切って、続きはまた次回やっていきたいと思います。もう少しで最終回になるんじゃないかなという、そういう勢いですけども、どうなってしまうのか、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。